はようございます。今から韓国で一番古い食堂にソロンタンを食べに行きます。ご飯をいただきます。韓国最古の120年ぐらい創業から経っているお店です。途中で移転してるんで、店舗自体は10年とかそのくらいだと聞いたんですけども、お店の歴史はめちゃめちゃ長いです。で、長いだけじゃなくて、去年も今年もミシュランの、ビブグルマンに掲載されてます。サウナはいろんなところにありますが、ここは本当に炭を焚いて、この穴蔵みたいな土でできた部屋で温まるチムチルバンです。今一番温度の低いミオンのところに入ってきたんですが、ちょうどいい暑さでこう
じわじわという感じの汗が出てきています。今中間の中温の部屋に入ってきました。ちょっと若干かなりさっきのところより暑くて、ちょっと生命とスマホの危険を感じるような温度です。半純膜の窯のすぐ外がこうやって外で山になっていて、ここで汗が引くのを待ったり、湿気、韓国甘酒とかそういうのを冷たいのを飲んでもいいと思います。なんかサウナとかお風呂屋さんとかチムチューバンって街中にいっぱいあるんですけど、ここはやっぱりすごい特別な感じがしてめちゃ楽しいです。アイスティー、여름배시。네감사합니다。ここはもう古いままの家の状態が残っていたり、当時の家具や実際に使っていた絵の道具が残っていて、とても昔の様子をそのまま感じられるので、おすすめのところです。고절판이라고요. 이거굉장히 네, 네. 그정성이많이들어가네네그러네요한국음식입니다
비츠 전병이고 이거는 예. 시금치에다 부추 섞어서 와. 우와 정말 이쁘다. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. というわけで、トーインシジャンで美味しそうなものを買ってみました。買ったものがなんかめっちゃ綺麗な、これあのほうれん草とニラで焼いたクレープみたいな、チヂミというかクレープみたいなんで、これがあのビートで色をつけたクレープで、でその中にあのそれぞれ別に切ったり炒めたりしたお野菜が入っています。でこれは卵焼きなんですが、これはねあのメセンイっていう海藻で白身を緑にして作ってるそうです。めっちゃ凝ってる。でこっちは黄身と白身と分けて卵焼きにした中に明太子が入ってます。いろんなのが混ざって、なんか生春巻きみたいな感じかな。野菜たっぷりで健康的。あの名物の一つみたいなんですが、油トッポッキ、炒めトッポッキ、ソースがなくてその醤油味と唐辛子味で油たっぷり炒めてあります。めっちゃ香ばしい匂いがする。これを一緒に食べると美味しいんだと言われて、本当は1個しか買うつもりなかったんですけど、なんか2つ買う羽目になってしまって、商売上手やなって思ったんですが、確かにこれ2つ合わせて食べると美味しいのは美味しい。トッポッキのなんか甘いのが苦手な方にはこれちょっと一回食べてみてほしいです。唐辛子と油の旨味が絡んでて美味しい。これはお土産用に買った韓国伝統のお菓子、私あまり伝統菓子食べないんですけど美味しいし、ここまでごまとか種入ってると本当に体に良さそうな気がします。寒くすみだ。ちょっと甘くてちょっとピリ辛のワインソースに
たっぷりチーズがかかってて、子供と若者がすごい好きそうな味で、この肉自体はすごい粒が大きくてしっとりジューシーなので美味しいと思います。ここでソウル1泊2日旅行のスケジュールすべて終了しました。お疲れ様でした。これからソウル駅に戻って、買って帰るお土産をざざっと見たいと思います。でソウルのローカルな魅力をぎゅっと詰め込んだ1泊2日の旅、いかがだったでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。早くコロナが収束してまた楽しく行き来できるのを楽しみにしています。ではまたお会いしましょう。アンニョー。